お疲れちゃんさらっです。今日はですね、現環境フェニモンなしおすすめデッキをね、3つ紹介していこうと思います。というわけで1つ目早速ね、こちらのゴブドリーウォールブレイカーですね。はい、これもなんか2年ぐらい前からかな、もうずっと、いるデッキっすね。まあ2年はちょっと持ってるかも、チャンピオンすらいなかったかもっすね。はい、ごめんなさい。というわけで、まあ、吹き矢のインフェのウォールブレイカーですね。まあインフェだったり、まあなんだろうな、文句に対しては意外とスケルトン部隊が強かったりみたいなところで、まあインフェがいいっすね。フェニックスにも文句にも戦えるので、結構施設をテスラとかボムとかで使ってる人はインフェにするだけでもね、フェニモンに戦えるかなと思います。というわけで、早速ねリーグでやっていこうかな。お、日本の方っぽいがよろしく。さあちょっとやばい、最近フェニモンしか使ってなかったんで、ちょっとフェニモン入ってないとなんか違和感があるというかなんかタイムスリップしちゃったみたいな。さあインドラウン、おー、相手はメガナイト枯渇みたいな感じですね。相手もフェニックスいねえのか、違和感がすごい。さあここは延命できそうですね。殴られてほしくないけど殴られますよね。でこれギャングが来るんかな、知らんけど。ウッドウッドか、来ませんでした。さあというわけで、まあメガナイト枯渇か、めっちゃいるな緑。まあどうだろう、これは一応ゴブドリデッキなんで、まあ無理はしたくないね、無理はしたくないね。まあ、あとはウッドは入ってんのかこのデッキに。俺入ってたっけ、自分のデッキは分からん。なんかファイスピー型とか吹き矢じゃなくてボンバー型とか、まあいろいろね型があるんですけども、打ったりましたね。よかった、スケバレとかに対して打ったるんで。でまあなんかウォールブレイカーは適当に端前ステパなり単体なり投げ毒っす。なんだろうな、あんま同サイドも嫌な気もするし逆サイドも嫌な気もするしみたいな。さあ来ましたねこれメガナイト。まあメガナイトに対してはねスケキンがそこそこに優秀でしょう。でソウルコールも使ってあげて、あれ俺のソウルコールが、よいしょ。さあ痛いけど気持ち吹き矢の延命でなんとかなりました。まあ吹き矢できるだけ延命してあげたいですね。よいしょ。いやー戻るんかいっつって、あーい壊れんのかいっていう、なんかマジスケバレだけでも嫌っすね。延命してあげよう。まあインフェ強いんでね。うっ、エロめのなんかてんの。まあでもここは逆にメガナイトもないので、このウォールブレイカーウッディが刺さりそう。やばい、インフェが痛い痛い、インフェが痛い痛い。さあ一旦ちょっと我慢するか、ちょっと一旦守りたいね。さあウォールブレイカーはいっぱい飛ばします。入れ、まあ回収して浮き矢の位置ちょっと工夫しないとなんかしばかれそうっすね。まああんまりすることないんで。さて生きるだけ延命で陸浮きがないのでウォールブレイカーで耐えると。さてここはセムウッドまでかましいの、まあ来るよねっていう。さあめちゃんこ押されてます。まあ吹き矢残ってんでここでゴリゴリいっちゃって、まあこれを繰り返すだけなんですけどね。前と横で
さあちょっと受けが難しいぞ。なんで。さあすり抜け野郎がいましたね、というちょっと危ねえな、危ねえ試合だったな。まあフェニックスとかいるとね、ああいう小物系にも多分もっとね楽に戦えるんですよね。で楽しかしてなかったかな、文句もいねえし、で文句でやり込みも処理できるんだね。まあ、何もいたらもう使った方がいいですけどね。まあ、持ってない方はねこういうねインフェとかで頑張るしかないんでね。よいしょ、痛くねこれ。あー痛くね、ちょっと待って、やべえスケギン、あーらかん、手前からのこのヌルッとルートを行きやがったな。なぜそんな道を選んだ。やばいです、大ピンチです。ちょっと陸域がないので時間稼ぎしてもらって、陸域がないのでウッドを回して、さあ押されてんなさっきからマジでフェニックスめっちゃ使いてえな。なんか楽しいですよね。まあ強いからか。そうで、しかもフェニックスと文句を引かないっていうね。おばさん来た。あの対フェニモンとしてね、頑張っていきたいデッキなんですけども、フェニモン引かない、ただの昔の環境。さあネクネクわけわかめで来たっすね。さあこんなんもう攻めてね、おあなたどっち守れるのみたいな感じで、おお結構綺麗な防衛されましたね。で相手の熱狂はわかんないけど、なんかゴレとかジャイとかあってもおかしくない。そう吹きはお願い、一回左に、あーつついてくんねえか。ちょっとオーブンも嫌なのでこのインフェで受けよう。まあドリル飛ばしてウォールブレーカー飛ばして2倍3倍だともう両方飛ばしてみたいな感じっすよね。まあ一旦飛ばそう。一応ソルコル、インフェ置いとった方がいいかもね。なんかめんどくせえ感じの相手引いたっす。オーブンもやだし、オーブンやだなマジで。なんか気づいたら小屋に負ける俺。一旦ね耐える。マジでほんとこれにだけは負けちゃあかんみたいなで聞いたっす。相手呪文なさそうなんでね、このオールブレイクがきつそう。うわ反応わけえな、当たるよ、危ねえ。ちょっと怖いが、怖いがこれには負けたらダメ絶対っていうデッキしてる相手のマジでいやバルキリー来るよなあれ。いや来るよね。ってことはこれが絶対通るぞ。攻めウッドは行っちゃう男の。よしよしよし、いやバカ刺さってるぞ。なんならこのね回転がちょっとだけ早いので、このデッキもファイアもでも無理やり入れちゃう。どけ、おいさあ、ヒヤヒヤすんな本当に。なんかバルキリーミニベーすげえ、なんかね僕チンパンデッキですみたいな。僕なんかねすごい怖かったですね、こういうデッキが。でも危ない危ないというわけで、まあフェニモにも全然戦えるのがこのデッキなんでね、まあ、文句に対しては吹き矢を当てずにスケルトン部隊インフィを当てるっていうのを徹底ですね。はい、というわけで一つ目終了です。皆さんもぜひやってみてください。というわけで二つ目がこちらですね、キョスケロイフグ。はい、なんかキョスケロイフグミラーで一時期めっちゃ流行ってた、まあ、ミラーがない型ですね。はい、でこれはね実際にあの前シーズンマルチ上位にマジ本当に10何位ぐらいでフィニッシュをしてる人がいた気もする。
そうなんか一人いるんですよ、ずっと使ってる。でなんかフェニックスになったりもしてたんですけど、ちょいちょいねギャングとかの枠が、けどフェニックスなしでほぼ使ってるっぽいので、まあこのデッキに関しては、まあ、もしかしたらフェニックスがいない方が強いっていう可能性がねあります。はい、というわけでやっていきましょう。でまあフェニモンの弱点は、まあ、共通して一体言えるのはザッピーですね。はい、まあインフェザッピー、まあインフェザッピーあたりかな、フェニモンの弱点は。はい、ザッピーのリセットはカウンターされないんで、まあそういった意味ではね、本当に使い得ですね、フェニモン持ってない人は。これ京介ホグかな、よいしょ、まあ、イスピスケだったんでね、京介ホグっぽいですね。まあ京ホグは、まあ、無理せずいきますか。文句めっちゃ使いてーターチョクイクなんかいるもんな、普段ね。アチクイあんまり引かないのにね、こういう文句を使わない時だけ来るっていうクロロあるある。さあまあ俺一旦つけとけばいいやろっていう感じでね、つけとこう。つけかなんか、いや来なかった、いや絶対いらなかった今のやらめ、相手のアチクイうまいし。さあでもキョスケログ組むだけねダメージ入ってます。フェニモン来ねえな、思ったよりいないの。いやそんなはずはない、フェニモンしかいなかった。さあ着色よくみんな頑張ってんすね、フェニモンなしで。でこれは始め止めなきゃやばいですね。はい、ホグ来るんで止めてあげて、いきません、やべ俺の予想は当たらん。まあ止めとくとホグも守りやすいよ。マックエイクも来そう、ずっと来ました。まあ痛めの、まあ柳雨打つだけ多分強いんでしょうけど、おーおーおー結構すり抜け野郎だなマジで。まあザッピーセパして、キョスケチャッチ引っ張って、よいしょ、おキョスケのフィジカルでなんとかなってるぞ。さあもうこれだけで結構強めの形ですからね。さあ相手はこれを守れるのかっていう話ですよ。あークエイク防衛はうまい、やなめまでかましてあげて、おちょくいこう、はい、爆破から避けていくと、殺着衣はめちゃんこ強い。さすがに、うい、危ないですねマジで。文句めっちゃ欲しいなこれ、一回使ったらマジで一生使わなきゃやっていけないぞ今のフェニモン、欲しすぎて。アチャクイだってきつかったもんマジで文句やべえなフェニモン、一回使ったらもう使わなきゃやっていけないよ、あの子最強。今すぐデッキにぶち込みたい、キョスケも文句にしちゃいたい。さあちょっとフェニモン行きたいね、まあ、マジでザッピー当てとくだけなんですけどね、フェニモンに対しては。よいしょ、まあ、あとはマザネクでもいいか。さあディガーとスケか、おお来ましたねフェニモン、おなんか相手見せてくれてる、ラッキー。さあでまあトルネスケのフェニモンか、ちょっと珍しい方っすよね正直、わかんないので。いやマジでザッピ強い、ファルチェ、いやわかんないですね、なんだちょっと引っ張っちゃう、ういさあこれ強いですからね、早めに引っ張って、まあボムタワーがあるよと。でこれもボムが壊れるのでこれロイグいっちゃおうぜ。さあまあトルネードで後から防衛が、あースケトルネか、いい防衛が来そうだ。
まあここは別にザッピーでも何でもいいから、まあギャングは跳ね返されるんでなしの、まあザッピーはあのフェニックスにね残しときたい用のゴーストって感じですね。さあこれ金起動されそうなんでちょっとやめてーのギャング添える。あれされなかった。さあラッキー、なんならあのファルチックもね私が金起動してあげよう。まあ相手の敵が、あおい投げろや、投げなさいや。さあまあ別にこういうのはマザネックでもいいですね。よいしょ。まあマザネックとザッピーどっちかファイブでいかれてもポイズンでいかれてもどっちかでね対応できるよねっていうのが、まあ対フェニモンに優秀。まああとキョスケもなんかとりあえず出してきゃ、肉壁野郎の、ね、よいしょ。でまあボムはねマジでぶっちゃけ突破できないんで、反射使ってなさげだったんで、まあボムタワーがあるときは、まあ、無理してねあのやっぱ竹悪い、俺はDカーでなトリトンで取るつもりだったのに、なぜかめちゃんこ、え？バグ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 すぎるバグすぎるやばいよな今のマジでファルチやべえな。さあまあまあボムなんでね、あのファルチだけ大事故来るから。まあ焦らず行くのは大事ですね。つってめっちゃ行ってるけど、わあすり抜けてるね。そうちょっと怪しい。まあ最後に勝てばいい話、クラロワは。これで私は勝つ。舞台蹴、舞台蹴、舞台蹴。てか左の方が入ってた。なんで気づかなかった。さあ危ないなマジで。ファルチェでいくら切られたんだっていうね。ちょっと文句持ってこなきゃ。ファルチェに対してのもう対応忘れちゃったっすよねっていう。さあまあでもザッピーが強いので。フェニモンにもねまあ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 戦えてます。はい、ちょっと僕の受けがね悪かったですけど、というわけで、続いてラスト3つ目がこちらのロイです。はい、マザネクザッピーロイ。まあこれも本当同じなんですよ。マザネクとザッピーがただただ強い、また、あ、文句に対してゴブリンも意外と強いっていうので、まあこのロイねがやってきます。でこのロイはもうずっと存在する方なんで、まあいろいろあって、このゴブリンの悪はね、最初は墓石で、次スケルトン部隊になって、次ギャングになって、最後ゴブリンという形なんで、まあなんかゴブリンの強さがわかんないみたいな。いや別にニコスで、なんか微妙じゃねみたいな感じの、思う方だったらもうスケブとかにしちゃった方がいいですね。てか全然スケブの方もいます。はい。スケブ型とゴブリン型がいて、今だとね、まあぶっちゃけどっちでもいいっていう。ただただ僕がなんとなくゴブリン選んだだけなんで、まあ、ぜひスケブ型もねやってみてください。
まるやもうデッキパーもうゴリゴリのね、まさに本当はずっと頂点におるやんっていう感じのデッキでさえ。で、相手は吹き矢古城ババか。なんか珍しいね。またフェニモンいるのかいないのかみたいな。ペッカタン。いや、マジでこれやばすぎ。暇でしたね。ここをトリトンで引っ張れないのは怪しい。まあ、あとスケルトン部隊とスケキンのね、組み合わせとかもちょっと強いので、スケープが欲しくなっちゃう。さあ、まあちょっとダメージ受けちゃうんですけど、まあここはしょうがねえかなと。うん、まあケツペックされてハシマイロー行くか問題はね結構あるんですけど、まあ、行ってもね結局ゴーステレキとかで守られてカウンター来ちゃってみたいなとかよくあるので、まあ墓石みたいなね便利なカードがなかったらあんま行きたくはないよね。たまたま引いたな。さあ、まあペッコーのなんかちょっと変わった方っすね。これだけできつそう。ウッド？あなたペッカだなにウッド？ちょっと待ってよ、どういうことですか。よいしょ、ザッピー最強。さあ、そろそろね行きたいっすね。私は一発かまします。ここペッカいないんで。いやー、いい受けっすね、マジで。あ、でもゴブリンも強いよと。さあ、これは苦しいぞ相手。結構まあさすがにな、右行ってもよかったんだけど。さあ、そっちにペッカを使ったの、お主もしかして。はい、あれ、おさあペッカも受けれるしエレキも処理するよっていう神ザッピ。おい、まあこれはね、まあ相手のあのペッカがそっちに出るのっていうね。いや、てか思ったよりフェニモン当たんないっすね。全然フェニモンも仕分けるよっていうデッキなんですけど、まあ、まあフェニモン以外もしばけるよと。おお、フェニモンめっちゃ使ってそうなバナーしてたぞ今。さあ、カード回して、まだここ先にディガーデッキもちょっといるんで。オーマイグンネス、エリゴーレイ。まあ、それに対してのゴブリンは優秀ですよね。これちょっとマザネクで逆からの引っ張っちゃおう全部。来いよ。おお、シンプルに嫌なデッキだな。あー、今これザッピーだ。ザッピーこら。うん、やだやだ、マジやだ、本当にやだ。それもザッピーは優秀です。はい、反射受けません。フェニックス強っ。いや、マジでもうザッピーこれ最強になれるぞお前。さすがにこれはいきましょう。レイジも使ってミラーも使ってるんで結構コストを相手は割いてるはずなんですよね。で、まあ、スキブとかギャングとか用に打っただけ構えて。あれ、やりすぎちゃったかな相手。さあ、多分相手はコストを使いすぎたみたいですね。あれ、全然コストあるよね。さあ、真ん中からちょっかい出してあげて。まあ、エリゴレで形組まれた時の防衛はぶっちゃけむずい。まあこれはなんかザッピーだけでなんとかなりそうな気もする。いや、ファイブ打ちて全然固まらんやん。うわ、待って、やべえ、もうちょっと待って、お前ヒーロー。あー、まあでもこれは一応耐えれるっすね。ザッピーいるんだね、よかった。危ない危ない危ない、めっちゃ強いじゃんフェニックスモンク、めっちゃ強いじゃん。ちょっと待って、怖い怖い怖い。おー、やばいやばい、エリポ来た。ちょっと待って、ふざけんな、おい。マジでふざけんなよ、おい。いや、まあこれは、マジ気合で守るしかねえ。
本当に。おマジでちょっと待って、あれだけ絶対言うた、お前謝るからな、俺そんなとこに2個並べて。よし、さすがにあれはちょっと美味しかったよ。まあしっかり取り込んで分裂、分裂っていうのかな。よしよしよし。でも相手はなんかあれっすね、もう主軸があるとかそういうデッキではない、もうフェニモンが主軸のやつですね。それもこれもう全部ね、ザッピー最強なんですよこれ。低めザッピーマザネックが一生時間稼いでくれて、おい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 、どうだいフェニモンで、おばちゃんとザッピーに守られてる気分は。さらに今カウンタードドドゥン、おいっていうね。まあファイブがあったら、まあどっちか行かれるんですけど、まあどっちか残るんで、これ両方とも言ったら時間稼ぎができるカードなんでね、このマザネックザッピーはね、そういったとこで勝てるよと。まあ文句の反射とかでねマザネックがいかれるんでね、辛い部分もあります。はい、という感じの、参戦です。はい、皆さんぜひこちら参考にしてみてください。よければちゃんと声がお願いします。ではお疲れちゃんでした。